シーラカンス。シーラカンスやな。これって何のシリーズやったっけ？深海魚シリーズやったっけ？深海魚シリーズで、2をどこにあったかな？ああ、思い出した。いけるわ。そうですね。抜かしてへんわ。大丈夫やわ。抜かしてしまったと思ったけど、アルマジロみたいなの作ったわ。思い出したわ。何やったっけあれ。名前。アルマジロみたいなやつがおんの。甲虫。それ作った思い出したわ。あ、はいはい。あ、たぶん順番通りやわ。カブとかにか。なんか、アルマジロみたいなやつだった。とりあえず。アルマジロ、カブとかにじゃなくて。カブとかにじゃなくて。カブトガニ確か、あれも一応深海なんかな？そうかな。見たことないから。深海まで僕じゃ探してこいよ。いや、カブトガニってあれ一応、浅瀬というか、出てくるやろ？うん。砂浜に打ち上げられとるからよくあれは。いや、言い出したらリュウグの使い方で上上がってきてることある。あれはたまーにやん。だから本当に幻の魚やん。だから上出てきたらすぐ何番だなるやん。上がってきたら。そうな。2匹なんか連、なんかの同時に撮影みたいなやったはずだ。あれ、打ち上げた時にすぐに何番だなったんちゃうのあれ、確かに。いや、上、泳いでるところが撮られたやろ。あ、そう。うん、一応、まだ生きとったんやな。いや、水圧の関係です。浅瀬にいたら何番だなるって聞いたんやけど、そうでもないんやな。そや、うちの親父がな、シーラカンスの友達？いや、いや、俺がいつも行ってる散、おすすめの散髪、いつも行ってた散髪屋がなくなって、で、違う散髪屋を探してた時にな、いい散髪屋があったでっていうことで、親父に話したんよ。で、俺が確か、行った散髪屋、親父に勧めたのはええんやけど、親父行ったらしいね。うん、そしたら、親父エラーになったらしいね。親父の方はな。そしたら、後日おかしいなと思って見に行ったらやな。散髪屋がな、2軒あったんや。で、俺は運よく、ちゃんとした方の店を行けたわけよ。で、親父は、その間違った方っていうか、ババ引いた方の店を行っとったわけよ。で、俺が行った店はおじさんが経営してたの。その、おっちゃんがな。で、親父が行ったのは、おばあさんが経営してたらしいよ。ほんで？で、何があったんやて、そんな偉みになったって言って。これ前も話したと話したかな、この動画。いや、いいやないな。で、いや、髭剃ったのはええけど、あれこんなとこに長いもんが、ああ、血出んねやとか言って、それぐらいひどかったらしい。切られたよ。あんなとこ二度と行くかって、お前、あんな店行けたな。いや、俺が行った店は、ばあさんが経営してたとこちゃうで、いう話して。え、どういうことやんなって。場所が違ったよな。そうね。そもそも俺、髭剃られへんから大丈夫。だから、いや、俺が行ったのはガキの頃の話だから、もうだから、だいぶ、四半世紀ぐらい前の話だね。そう。今そのおばあさんやってたら多分首切ってくれるかもしれない。すまんすまん。動脈がちょっと切れてもうたわ。笑えへんからな。ガムテープで貼っとけ。布テープやつって。いや、笑えへんからな。爆笑や。とにかくそれぐらい親父はその店に関してはトラウマを植え付けられたというか。その横はお前が勧めたとこにいてんの？いてたん？よくわかんないけど。いや、結局、親父自身また気に入った店を探し出したみたいな。あ、そうなの。じゃあ、まあいいんじゃん。で、俺が勧めたところは、道路から見て、左側の店やって。親父は右側の店行ったん確か。間違えて。そうそうそう。だ俺は普段の行いが良かったから、親父は、普段の行いが悪かったから、親父は切られたんや。そんなんやったら、お前首を落とされてるぐらいのレベルやろうけど。ちゃうの。
いや、それにしても、あれこんなとこ長いもん、ああ、ちいでんねや、言われたらさ、最悪やぞ、お前。笑われへんしな。やばすぎや。で、親父はそのおばあさんのことをシーラカンズ、シーラカンズって言ったよ。あんな、あのババア、あの野郎切りつけやがって、この野郎とかってずっと言う。なんでシーラカンズ？いや、ババアや、ババアやからとか言って、それでシーラカンズ、シーラカンズ。意味はないけど、ババアイコールシーラカンズ。だから、だいぶおばあさんやからっていうことを言いたかったんや、多分。親父、その辺は変なところで口が悪いからな。そう言ってる親父自身もシーラカンスやけどな、もう年齢的には。明日は分かった。まあな。なんか言うてる前に落ち武者やな。いや別に戦いに行ってへんから別にいいんやけどな。見た目がな。アロハシャツ今日着てるわけやから。アロハシャツ着た、ああ、やつがお前、落ち武者には見えへんけどな。アロハおえーって言うな感じやけど。お前もアロハシャツ着た落ち武者になるのか？まあ、俺がアロハシャツ着たところで、星野メネみたいな感じの、感じの。あんなかっこよくならへん。あんなかっこよくはならへんから。あんなかっこよくはならへん。あれはアロハの、アロハを着たおっさんだとかいうふうに、荒木くんが言っとったけど。ただお前やばいやつやな。グラサンつけてアロハシャンつけてたらマジでやばいからな。どこの国からやってきた？え、普通に返すとアメリカやけど。歩いて？海底はどうやって歩くねん、お前。繋がっているから行けるはずやつ。じゃあ、しゃあないし、お前に、シュノーケル渡してやるやん。いやいや、そういう問題じゃん。泳いでこいよ。そういう問題じゃない。まあ、徐々に日本列島には近づいてるけどな、あの、ハワイは確かに。近づいてるけども、1日1センチとか、いや、1日じゃないの。1年間に1センチや。1日1センチ伸びたらお前結構近づくで年間めっちゃ近づいてくるよ早いそれ。そんだけ動いてたら氷壇島と変わらへんからな。やばすぎ。あれあれれれのれどうした？いや、孤立がないね、これ。孤立が。あ、あったあったあった。お出かけですか？まあ、あれも千葉さんやけどな。そういえばシーラカンス発見したときって、もうほとんど内臓とか、肺、内臓というか肺か、肺の部分が退化してるって聞いたな。化石では見つかってたけども、まさか生きて出てきてくるとは思わなかった的なことを聞いた。シーラカンス。シーラカンス。深海に行けばまだ見ぬ生物がいるかもしれん。
俺が深海にいたら、お前、水圧で押し潰されるわ、お前。シーラカンスは、まあ、いつの時代やったっけ？とりあえず、恐竜がおったような時代におったけどもやな。その頃は肺呼吸をしてたはずやけれども、生き残ってたシーラカンスはもう、ほとんど肺が退化してて脂肪の塊になってたんやなかったかな。前も筋肉が退化して脂肪の塊か？お前そんなことしたらお前日常生活に支障出まくるやん。海を漂うクラゲのように生きてるじゃん。まあガチでそうなるで、そうやった。陸上でお前歩いてねえから、お前さすがに筋力は低下せえへんぞ。分からへん、お前浮いてるかもしれへん。独立すぎてめっちゃ修行せえな、ね、修行してもお前武術できへんし。そんなお前できると思って修行してんのじゃん。レーガンその修行してたあいつみたいや。いずれできるはずやっつって頑張って練習したじゃん。武空術あいつだってまうやん。まあ分からんけどな。いやもしかしたらレーガン打てるようになってるかもしれへんけど、修行の成果で。どうやってお前何もないところから指先からビン入れてやんねん。まああれも確か千葉さん出てたな。何？え、桑原に。いや、桑原やろ？うん、そっち。うん、そっち。え、お前、千葉妙子さんの話をしとったんか？違う。乳白の話か。乳白の話。だってもう、レーガーの話してたよ。レーガーの話、うん。え、ハンターハンターの方がよかったんか？ハンターハンター。お前、ハンター試験出るか？え、いや、俺逃げ帰るで、そんな。普通に逃げ帰るで。特別大サービスで、ひそかとペア組ませるやん。殺されるやん。普通に殺されるやん。特別大サービス。出血大サービス。大量出血大サービス。ゾクゾクしちゃうとか言ったような金的いつも買い取ったんや、作者。飛ばした。まあ、鬼滅でも出てきてたけどな、あの人。誰が？え、ひそかやってたなんて名前やったかな。誰？え、声を一緒やん、あれ。何の役で？鬼滅なのな、無限列車編やったっけ？何のキャラ？眠りに、名前忘れた。眠りにいざなうやつや。え、あ、敵のやつ？そうそうそう。これ一緒やん、確か。あ、そうな。うん。あ、お前見に行ってんのか、お前は。いや、そうやって、いや、ひそかの方覚えてないから。同じだったっけ？ひそかの方全然覚えてないから。だいぶ前の話だろ、ひそかって。うん、だいぶ前の話や。うん、だ、ひそかの声を覚えてない、あんまり。古い方のひそかを覚えてないやな。うん、そう、全然覚えてない。ひそかってどんな声やったっけな、これ。ひそかというキャラは知ってるんやけど。うん。声のイメージがあんまない。主人公とかはまあまあわかんないけど、ボンとか。竹内さんやからな、あれは確か。その辺わかんないけど、ひそかの声って言われてもな、あんまパッと出てこない。クラピカとか懐かしいなぁ。最近出てきてんの？出てきてんのかな。もうなんか出てきてないんじゃない？
やんなぁ。っていうかもう、あの作品続きないんや。え、いや、もう使い切ったん？いや、そういう意味じゃなくて、ハンターハンター終わりちゃうの。あ、終わった。やっと終わった。あの、完結って意味じゃないで、もう書きませんっていう感じの終わり。あー、もう疲れ切ったやな、作者は。うん。多分、未速、いや、だあの、耳がのままで終わるんかな、みたいな。もう書く気がないみたいな。だいぶ待ったんやけどな、俺も。そうか。うん。多分もう、なんかあの、もう続き書きません宣言みたいなのが多分ジャンプに載ってたような気がする。ジャンプ編集部もようもあの、なんとか我慢したよな。なんかそういう系やったような気がするな。なんか書いてあったの。だから多分もう出へんと思う。ちゃんとあの、安心してまた買うわ。まだ買ってへんやつあるから。それとももうほとんど、でもほとんども買ってるけどな。出てる分で多分全てなんじゃん。こっち亀も終わったし、ハンターハンターも終わったし、ちょっと安心したな。あとまだ続いてるのはコナンか。コナンもな、そろそろな、置き場に困ってんねん、俺も。もう100巻いきそうやからな。まだいるやん。今98とか。それぐらいなかったっけな。まあ特別編も入れたらもう完全にいってんねんけどな。そうね。うん。テントウムシコミックの方の。あと半沢さんとか。あれ？あ、4つでええんか。ん？いやいや、ちょっと、設計図がようわからなかったから。入らへんけどな。だからどうすんねん。え、どういうこと？あ、入れる場所間違ってるやん。間違っとった。うん、空入らへんわと思って。
なかなか神経使うな、こいつ。さすがシーラガンスや。ん？なんか違うな。あれどこで、どこで打ち間違えたんや。打ち間違えたんじゃない。ね、打つって。いやーう、こ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 う。ああ、これはこれでも3番終わってたんか。ああ。それで、こっから、これか。あがんな、プロ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 鳴り出したな、急に。
で、この青い目か。青いじゃないわ。緑の目や。入りにくいなぁ、ほんま。よいしょ。あれ？逆なってるやん。どうしてもこれ、なかなか難しい付け方をせなあかんから、ポロ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 になるな。時間かかってんの。うん。この目のところがとか、特に、あー、まだ取れた。これで動かんはずや。いやーでもなんかゆるゆるやなこの辺は。カブトムシも前作った時にさ、だいぶ前やけどな、ブロックがゆる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 やったから角の部分作るの大変やったやん。あれを思い出すよな。まあそれでもよくできてたけど。こいつとこいつとはちゃいますからね。
あ、これか。ほんま、顎が外れんな、こいつ。お前の味か。ほんま、アングリーとしてお前。いや、ちゃうやん。やっぱこれはここか。三連続のやつじゃなくて。なんとか、めっちゃ苦戦してる。難しいね、これ。もう30分か。いや、だって顎が外れんねん、すぐに。この、シーラガンズ、すぐ顎が外れんねん、ま。リアルのシーラガンズを表現してんのかもしれん。なあ、あんなわけあるか、あんな。これはこうか、だから、うん。これはこれでいいかな。よ。この尻尾の部分といい、あの、顎の部分といいな。ほんま、よ、歯、なんか外れそうになるわ、ほんま。そう、外れんじゃん。ちょっと組み方かな。
外れやすいって。うん、外れやすい。ガチで外れやすい。たまたまじゃないけど。そういう、あれになる。元彼。うん、あれなんかちゃうなぁ。めっちゃくせにしとんはい、った。ああ。解決したん？いや、まだ。そう、もう、イラッと今来てるわ、今。はあ、それぐらい。もうやっとボール。うん。昔、IQ サプリって言って、あの、伊藤史郎さんが出てたやつあったよな。ボール投げるやつ。そう、ボール投げる。もやっと、もやっと、もやっと。まあ、投げつけたくなるわ、ほんま。お前に投げつけてやるわ。時速300キロぐらいで怪我するやん普通に怪我するやん。
1、2、3、4、1、2、3、4、同じところやな。いや、結構むずいで、これ。ちょっと、外してみんな見てみな。わからへんな、これ。1、2、3、4。あ、こうか。あー、きつ。こいつ選ぶんじゃなかった。さすが深海。何をだい。
この辺やな。めっちゃ丁寧に作ったのに、なんでこんな間違ってんの、くっそー、腹立つわー。どっかで間違えた。あー、くっそー。あかん。はじめから作り直すわ、これは。あかんわ。こんだけ時間経ったのに、最悪や。あかんわ、これは。なんじゃそれ。あかんわ。あかん。あかんわ、これは。それぐらいあかんわ。ちょ、取り直せる？いや、取り直せへんよ。あかんわ、これは。そう、最悪や。そんなレベルに。こーらひどいわ。見当が皆目つかん。多分顎であのガタガタなってた時にクソクソ言いながらやってた時に、それそっからもうバラバラになっとったよ、多分。何かおかしかった。顎が外れて取れ、なかなかはまらへんねん、これ。それぐらいきつい。あんだけ丁寧に作ったのに、まあ、こんだけ間違うのは久しぶりやな。まあでもパックマンの時も間違えてたしな。まあ間違えてたっちゃ間違えてたんですけど。まあでもあれはすぐ修正できたからええねんけども。こっち側は修正できへん。どうなってんねんって話。俺の中では屈指の難度やわ。ビビる。ビビるぐらい、もうとにかく顎がすぐ外れんねん、俺。いや、顎外れる外れるうちにどこ間違えたんや。そう、多分そのうちで間違えたんやと思うわ。くっそー。
で、顎が外れてる間にイラ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 してるときに、あれ、いつの間にか間違えて、はめてしまったんやと思うわ。で、それでも全部ずれたんで。うん、多分そうやと思うわ。いつ、どこ見てもわからへんもん。ガチでなんとかしてな、してほしいわ。顎の部分。だから無口にならざるを得ないな、こんだけ間違えたら。真剣。うん。ずれやすい、非常にこれは。
どれや。もういった。あったあった。畜生と言い思いながら前作ってるからな。畜生めんや。相当閣下みたいなことを言ってるわ。お怒りだ。あのレベルにお怒り。うん、今度は間違えずにいけそう。ああ、いけそうやな。ここか、ここで間違えたんやなっていう箇所が見つけたわ。ああ、ここか、と思って。いや、ややこしい書き方しやがって、この野郎、みたいな。うん、3番のところで間違えたよな。謎は分かった。謎は解けたわ、なんとか。ほんまに。謎は全て。いや、まだ全てじゃないけどな。1時間も無駄にしたわ、もう、くっさ。まあ、さあね。
ん？いや、いけねえ。これ入れるの忘れとったな。三段目の人生。ああ、だから顎がこれが、うまいこと言ってなかった。まあ、それでも、やっぱポロポロ取れるな。顎。そこの強度は相変わらず。相変わらずやな。いやー、やっぱ顎はポロポロ取れるな、やっぱ顎は。くっそこのシーラーガンサーちょっとあのピンセットガチでいるわ。なぜそうなん。うん、いる。顎の問題うん、顎はもう外れやすいし。ガチでいるわ。その、手だけでは無理やな。そう。うん。竜宮の使いとかあれは手だけできるから、出来栄えとしてはかなりいいけども、その作る手順、手間というかそういうのは、シーラガンさんちょっとこれ抑えなあかんからな。ちょっとしんどい。難度がちょっと高いな。これの完成的には。そう。うん、ちょっと難しいな。だって失敗してんもん、作るとき。3段階目のところがちょっと作るときに注意やな。あそこを失敗すると、あの、次進まへん、先に。それと、うん、それと顎のところやわ。まあ、同じ3番のところやけどな。うん、ガチでちょっと作りにくいところやわ、そこは。
いやまた顎取れた。こんだけ間違えたら怠惰ですねって言われるわ。くっそー。はい、そのことで。いや、もっともっと怠惰になる。腹立つくらい難しいわ。義嗣さんに笑われるわ。くっそー。だいぶできた。大丈夫。今んとこ間違ってない。ちょ、この部分がちゃんとできてなかったからやな。あれどこで間違えたんやろと思ってさ、えらいことになっとったよ。くっそ。進んでる。うん、だいぶ進んだ。ああ、もう修正するのにも最悪やん、ほんま。ガチで吉田さんに、怠惰ですんで言われるやん、くっそー。うわー、顎が外れたー。
だいぶできた。だいぶできた。くっそむずいわ、これ。ほんま。プチブロックの洗礼をまた浴びせられたわ。だいぶできてきてる。やっぱ難しいやつはやっぱ集中して作らなあかんな。あーやっとできた本体。いや、まだまだ。あと空中というか水中に浮かせな。そうだ。やれやれや。いや、大変お待たせしました、皆さん。どんだけ時間かかった？結構かかったな。あと、本当は、1時間ぐらいでできるようなもんや、これは。2、30分は、いや、40分、30分はとりあえずはもっと早くできたやつ。50分ぐらいでできると思う、これは。はい。もう一遍挑戦したいわ。